争の地で当時その改めて問うが貴様バカめバカめが胸を張ってならば佐野が力解くと見よ娘の入った木箱を探せ。さっさと片付けるぞ。城下様には誰も近づけんぞ。長領様と長宝様の術があるのだからな。この中になど入ったのだ。術で叩かれている。いつからなければ兵糧庫に侵入者だぞ。急に排除せよ。めんどくせというところだ。剣に変わって罰してくれる。違うわ。さあ、こいの娘がだな。わしの話を聞かぬか。早がてしてすまなかった。そういうことならば兄上に頼むとよ。さすがのお働き。
侵入者と同士たちを警戒するのだ。ほう、ただの風ではないか。妖術ならば術者を倒せると決める。無限に逆らう愚物め、天候将軍のもとへは行かせぬぞ。で道を阻む妖術が消えたら聴覚のところへ向かうぞ。覚悟しやがれ。決めりにしてやるぜ。天の教えを学び来た者か。どうせこやつも耳を持たん。試して言うことを聞かせればよいわ。待ちなさいや。貴様に頼みがある。術で閉ざされた箱を開けることができるか。天の奇跡を用いればたやすきことぞ。なんと、そのために参ったのか。ならば、そう言えばよいもの。天に従い、万事を解放せん。助かったのじゃ。そちたち怖い顔をしておるが、良いやつなのじゃ。バカめが。お前を助けたのはその成り行きだ。うん、さようか。でも嬉しかったのじゃ。そうか。ん、みんな、よくやった。そなた、木箱に入っておれば、わらわはいろいろな。バカめ。オム、決め、きっと木箱に。小娘など、足で。この縁も